アメリカ赤狼は、コニューズナネコ目犬飼いの属に分類される、食肉類。アメリカ合衆国以前は、テキサス州からフロリダ州にかけて、アーカンソー州、イリノイ州、インディアナ州、オクラホマ州、ミズーリ州などに分布していた、体長95から130センチメートル、お長25から42.5センチメートル、体高60から79センチメートル、 体重18から4 1ラム。毛威は灰色、泡褐色、褐色、泡黒褐色、黒など。粉炭や次回、獅子外側の毛衣は褐色で、尾の毛衣は黒い。背に黒色部がある。種小妙ーファスは赤いのい。次回は大型でやや長い。獅子は長い。分布域が重複すること、雇用手と大陸狼の中間型であることなどから。 本種を主観雑種とする説もある。コヨーテと大陸狼の主観雑種説1991年に、ウェーンとジェンクスはミトコンドリア DNA と核 DNA の解析により、本種は大陸狼とコヨーテが自然交雑した雑種であるという説を発表。1九十六年に、ロイラは1 9四十年以前の DNA 分析で同説を支持。独立主説に千年に、 ウィルソン PJ らは、ミトコンドリア DNA の解析で、コヨーテと本種、カナダ南東部の狼は、30から15万年前に分岐した種群で、大陸狼とは異なる系統であるという説を発表。カナダ南東部の個体群を、独立種カニスリカオンとして分割した。2003年に、ノバックは、本種は独立種だが、シーリカオンは、大陸狼の亜種であると発表。 2006年にカイルラは本種とシーリッカオンが同一種であると発表。大陸狼の亜種説2005年、ウィルソンデラは本種もシーリッカオンも大陸狼の亜種であると主張。森林、草原、水辺などの様々な環境に生息する。夜行性だが冬季になると昼間も活動する。80から100平方キロメートルの行動圏内で生活する。 ペアもしくはその幼獣からなる小規模な家族群を形成し生活する。食性は動物食傾向の強い雑食で、主に哺乳類を食べるが、昆虫、甲殻類、動物の死骸なども食べる。繁殖形態は体制。妊娠期間は60から63日。軌道や砂地に掘った穴、他の動物の古巣などで1回に最大12頭の幼獣を産む。 授乳期間は8から9週間、生後22から46ヶ月で生成熟する。家畜を襲う害獣とみなされることもあった。開発による生息地の破壊、害獣としての駆除、開発に伴い本種の生息地に侵入した雇用手との交雑などにより生息数は減少した。1960年代には純血個体はテキサス州とルージアナ州の海岸部を除いて絶滅し、 飼育下に置かれた野生個体も1989年に絶滅した。1975年に野生個体をタコマ動物園に集めて飼育下繁殖させることが決定した。飼育下繁殖された個体がノースカロライナ州の国立保護区に再導入され、サウスカロライナ州及びフロリダ州の当初にある保護区に持っ放し、獣された。1992年における 個体数は204頭。1995年における個体数は289頭だが、多くを飼育個体が占める。ありがとうございます。